どうも皆さん、ひきみんです。今回も生き物の解説、やっていきます。今回解説するのは、カメノコテントウという昆虫です。カメノコテントウは、甲虫目、テントウムシ科、テントウムシ亜科に属するテントウムシです。北海道、本州、四国、九州に分布し、ノグルミやオニグルミなどの樹木や、その周辺の草原地帯で生活をしています。彼らは4月から5月頃、クルミなどの葉の裏に、20個から40個ほどの卵を産みます。数日後孵化し、幼虫は、クルミハムシや、トロノキハムシの幼虫、成虫などを餌にします。そして孵化してから約2ヶ月後、さなぎになり、成虫になります。成虫は、ごく一般的なテントウムシと同じく、半円形の体をしており、特徴的な、黒と赤の模様が入っています。模様と見た目が、亀の甲羅に見えることから、この名がついたと言われています。ちなみにこの模様には個体差があり、赤い部分が強い個体もいれば、黒い部分が強い個体もいたり、中には赤い部分がなく、全面が黒い、真っ黒の個体もいるそうです。成虫も幼虫の時と同様に、クルミハムシとドロノキハムシの幼虫と成虫を餌にします。夏になると、暑さの厳しい7月から8月にかけては、落ち葉の下や、石の隙間、樹皮の隙間など、日の光があまり当たらない場所に集まって、夏眠期間に入ります。そして暑さが落ち着いた、9月頃に活動を再開し、10月から11月頃、気温が10度から15度ぐらいに下がり始めると、夏眠時と同じく、落ち葉の下や、石の隙間、樹皮の隙間などに集まって、今度は冬眠期間に入ります。そして、暖かくなった春に、活動を再開します。このテントウムシは、身の危険を感じると、死んだふりをして、敵をやり過ごします。しかし、死んだふりでやり過ごせなかった場合は、最終手段として、足の関節部から、赤い液体を分泌して、威嚇します。この分泌液には、強い異臭と苦味があり、これを見た敵は、驚いたり、毒があると勘違いして、捕食することを諦めます。ちなみにこの特徴は、カメノコテントウだけでなく、他のテントウムシにも見られ、まず、赤や黒などの、毒がありそうな警告色を備えた見た目で、敵に襲われないようにし、万が一襲われてしまった場合は、これまた赤や黄色といった、警告色を備えた分泌液を出して、敵を撃退する。といった戦法で、テントウムシは自然界を生きています。そして、カメノコテントウの最大の特徴は、その、大きさにあります。日本国内でよく見られる、7星テントウの大きさは、5から9ミリメートル。波テントウの大きさは、4.7ミリから8.2ミリ。それに対し、カメノコテントウの大きさは、8ミリから11.7ミリと、かなりの大きさです。この大きさは、ハラグロオオテントウ、オオテントウといった、他の大型テントウムシたちに並び、国内で見られるテントウムシの中で、最大級の大きさを誇っています。このことから、カメノコテントウは、日本の三大テントウムシ、なんて呼ばれているそうです。ちなみに当然のことながら、幼虫の時からすでに大きく、他のテントウムシたちの幼虫が、だいたい10ミリほどなのに対して、カメノコテントウの幼虫は、14ミリと、少し大きめになっています。食べる餌も、他のテントウムシたちが、1ミリから2ミリ前後のアブラムシなのに対して、カメノコテントウの餌は、5ミリから12ミリほどのハムシと、かなりの大物を食べています。やはり、体が大きいだけあって、餌も大きなものを食べないと、体が維持できないということなんでしょうね。では、今回はここまでにしたいと思います。次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価、いいね、をクリックしていただけると嬉しいです。